みんな寝るところ、ジェイさんやっほー、入る気持ちだけは一枚。ジリアンもう入ってお風呂ちゃんと。シュアだって先に入ったからじゃん。ヤキンこんばんは、ベッピーさんありがとう。じいさんこんばんは。ゾゾちゃんが、え、まだ入ってないのって言ってるよ。でもまだ2時だよ。まあそれはそう、いつもだったらまだ入ってない時間だから。あと入る、入るって、絶対入る。赤ちゃんさんこんばんは、トムこんばんは、じいちゃんだよ、イエイ。そう、スピン、ここだ、ここだけじゃ分かんないでしょ。今目しか映してないからね。そうだろ。あゆやん、イエイ。こまちゃんと、あ、そうなのね。私もお風呂入ったから、のずちゃんが私もお風呂入ったから、めいちゃん朝までに入るんだよ。さ、甘すぎない？朝までに入るんだよ、は甘いよ。甘々の甘子ちゃんや。それは甘い。寝れそう、なんかね、すごくね、眠ったかったの。さっき個人ルーム配信してる時と、あの公式ルーム配信してる時に、で逆に今眠くなくなっちゃったよねっていう話。そしてここのホテルはドライヤーが弱い。それ本当そう。ドライヤーの風圧、めちゃめちゃ髪の毛がパサパサ。ね、パッサパサだよね。あのチャーハンかと思った。スーパーだから。みだまさんこんばん。みだまさんメイさんにお風呂入ってって言って。みんな。入らないなら寝てもいいんだけどね。毎回設置変えてくれ、じいちゃん訂正しすぎ。ありがとう。3時は朝と考えればもう1時間ないって言ってるトムが。メイさんは今横にいます。ニワトリみたいな頭してるよ。さっきからお腹が鳴ってるんだけど、私それは消化です。消化しよっか。娘配信来た。ケイちゃんまだお湯？ケイちゃん今お風呂？なう？かわいいじいちゃん見て嬉しいけど、ちょうど寝る前？寝るとこやった？ちょうどいいタイミングでしょ？みどまさんがメイさんお風呂に入らなくてニキビできても知らないよって言ったけど、メイさんね、3年か5年に一度しかニキビできないよ。なんかね、あれなんだ、いい肌してるよね。いやでも絶対将来終わると思う。逆に将来、あーやっとけばよかったなって思うタイプ。でも割と今もう将来だよ。違う、ちゃんとスピンスクショしました。ダメです、お家買うそうだよ。名古屋のラーメンを一人にあげた、うん、美味しかったね。ポリマーか、あ、そう、さっきのホテルの、やっぱ遠征に来ると一人あげるよ、ね、そう、遠征に来た時しかインスタを動かせない女。あ、もう消えてるわ。え、もう24時間経った？あー、ケイちゃんお風呂な、ベースから独善芸買って、それは買ってくる、10枚買うね、動画もね。スーパンダ持ち込みだよ。一緒に来た部屋から。お、動いた、鶏。映っていいの、鶏。見て、メイさん今に、あ、メイさん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 、見て、メイさん、ニワトリみたいだから、一回見て、ニワトリが、こ
ここにいるよ。見て肌めっちゃ綺麗だけど、メイさんもちょっと M 字じゃね？前のおでこ。あ、うん、そうでもないわ。ニワトリ草だって。トサカが生えてる。コケコケ。びっくりした。何かと思った。なんかこちょこちょ話されんのかと思った。眉毛は人眉毛。僕ら眉毛あるタイプだよね。うちはあんまそらんよね。うん。締めかかやん。前髪邪魔なんだけど、借りたい。だったらマジさ、男じゃない？平行眉だね。ああ、確かに。でもメイさんもじゃない？あ、メイさん、ね、ここね、かわいいね、カーブしてる。小学校の時にぶつけてここだけ眉毛生えなくなった。いいよね、そういうの。そう、傘立てにぶつけて、あのちちゃんがかわいいって。うん、絶対いいよ、もうかき合コでしょ、もう二度。違う、何、絶対一緒だよ、ね、分かってる、この流れ。絶対絶対が一回だけ、あと一回だけね、お願い、あと一回だけ、絶対分かる。ね、あと一回だけ。何？聞いて。ね、絶対やだ、コケコッコって言うもん。聞いて。ね。小学生みたいなことしてきた、この人。カラコンするとね、プリクラみたいな目になれるんだよ。え、それはほら、ほら。それはすごい。目ん玉の大きさが違う。違う。これが人間が生まれ持って、出てきた目。これはプリクラ加工した目。目。ハウスやん。そうだよ。本当に朝日ジュリアの顔で生まれたかったの。いやーです。おっぱいさ。なんでもないです。はい。はい。My name is ジュリアサヒ。My name is デラハラメイ。デラ、あ、そうだよ。ここだけメールも、うん、インスタグラムストーリーも、デラやった？デラやった。おー、いい子。いいな、だってペロコッコ、おって言ってないよ。ね、いっす。二人とも眉毛きれい。しっかりそうしてんのよ、僕らは。僕はでもさ、バチバチに剃っても眉毛描けないもん。だって上手に描けない人だよね。眉毛が一番無理、描けないから描かないっていう選択肢になった。ほら、赤だから。鶏いつもそれで寝てはるんですか？だってまだね、お風呂にも入ってない。早く入りなさいって言って。これがファンデーションしてる肌。なんか陶器肌じゃない？ここにほくろあるんだめ、知らんかった。今ここはこれ、こことこことここは知ってる。でね、なんかここにほくろあったんだけど、なくなって。なくなるよね。そう、でも顔にほくろめっちゃあんのよ。じいちゃん、デラメイさん、こんばんざい。こんばんざい。違う、デラこんばんざい。デラこん、違う、それコートコートだから違うもん。コート？あ、しゃべらないだけだから。いいんだよ、やってくれ。かわいいね、かいめ。みんな意外に起きてる？だってまだ2時だもん。もう2時だよ、今だから、ね、2時だよ。明日は、明日でライブの髪型しよう。絶対無理なんだけど。デコ絶対無理。デラデコ。ほらね、眠たくなってきた。さっき寝られないから、絶対寝落ち電話する女じゃん。寝落ち電話しよう、ジュリアちゃんと。ダメだ、メイさん見てたら笑えてる。笑われてるよ。誰が？メイさん見てたら笑われてるって。なんてことを言うんだ。こんな頭してるから怖い。ちょっと前髪が長くなっちゃって邪魔になるのよ。ニワトリトリジュリパジャマ着てる。うん、ね、クッキーのパジャマ着てる。クッキーマスター。そんなに笑える？
よかった、じゃあ出て。デコ出し NG のメンバーいんのかな、いそう、うん、NG なんで私言うわライブは NG、 ショールームはさ、こうやってやればさ、うん、デコが狭く見えて漏れるけどさ、うん、でもそんなでも広いよ目、うん、広いかも、広いよ、あ、でもジュニが広い、ジュニ広いもん、一緒だったよ、ジュニデコ広いよ、目デコも広いし、ここも広い、バンギャみたい、出た出た、今日ね、名古屋歩いてたらね、夜中に歩いてないけど、夜にさ、夜中にいきなりさ、いつ会いてるのってライン、すげえ女じゃない、君とはもう3年前くらいに別れたのに、どうしたの、でもいてよ今の僕を、ブスに最悪じゃん、最悪じゃん、名古屋食べた、いっぱい食べてる、今回太っちゃう、やばい、今日何食べた、ラーメンとライス、あ、食べてた、小ライス途中で頼んでたそう、小ライスなんて小すぎてなくなった、泣かせても何も感じ取れなくてさ、ちえちゃんのデカ、そうだよ、住んでね、こんにちは、うん、肌はやっぱ目の方が白いね、ラーメンはどこ行った、富士一番だっけ、富士一番、富士一 番, 士一番有名なやつ、あ、おはげさんだ、本番、じゃあいつ空いてる、ジリア、今いつ空いてるのって LINE してんだよ、トムとは LINE しません、何ならする、うん、ジリアのことが好きな人、誰ならするじゃなくて何ならするって言ったんで、何する、何が、サムスが珍しく褒めてるよね、初対面の言葉、顔が長いだったのにねそれずっと笑ってるよね、うん、本当にそんなことある、初対面でさ振られた、あなたには愛理ちゃんがいるでしょ、愛理という女がいるのに、ジリアという女に逃げるな、違う、逃げてるんじゃないよ、何、ふこう寄り道してんの、あ、ダメだよ、脇見運転、あ、ダメだよ、事故しちゃうよ、おしめと事故しちゃうから、チチキチ、やばい、ほら、眠たくなってきた、寝るって、この人見て、コメント多分楽しいよ、今ん顔が長いメイちゃんって言っちゃダメだよ、君にしか言われたことがないよ自分の話をさ、メイさんから聞いた時さ、大爆笑したもん腹抱えて笑ってた、全員デコ出しの日プラス 1? でもなんか好きな人は好きだよね、おでこ、でも嫌いな人は嫌いだよね、出すのが嫌い、あのファンの方からもね、でも出すのも嫌だけどね、うん、あんまし、うん、なんか髪型プロデュースとかで言われない限り、で見ちゃいけない画像に見える、だって何に見えるの、お尻？どこが？デコが？想像力豊かすぎん？それ。違う？違う。名古屋だよ今。名古屋に見えないでしょ。私とメイさんが一緒に写ってるから。ハウスです。名古屋なんだな。これはあゆみ。ハルチ。ハルチだって。ハルチ。初めて行った。ハルヒ。眠いんだが、あんまりひろゆくがデコ出しはちょっと、あれ、うちはディスられてるよ、トムに、もうできない、あもうやんだ、もうやんだ、マリカしよう、うん、サイン面白い、シンプル、そう、字で丸字なのサインが、実はメイちゃんのチェキはデコ出し頼んでたな、だってよ、
サマスがオンラインとかはやるけど、うん、って感じ。ブーンマリカしよう。こないだしたよマリカ。したバスケした。ジュリアの肩かと思ったら低反発枕だった。この枕硬いの。もう一個のやつは柔らかい。でもう一個のやつはなんか形が微妙だったよ。いつ空いてるのって LINE 来た。あ待ってやばおぶしおぶしおぶしぶしぶし問題。かわいいね。それジュリアでしょ。え、これジュリア。え、じゃあこれ送ってくる。アイちゃんかわいいんで。ちょっと見えない、見えない。卓球あるの。卓球じゃない、バスケしたいんだよ。みーさん広い言うてないでしょ。広いよ、デゴ。デゴ広いよ。指4本分ぐらいある。お腹鳴ってるよ。お腹すいたもん。いっぱい。うん、すごい鳴ってる。お腹がすごい鳴っている。お腹がグーグー鳴っている。デラハラさんはスポーツできるよ。空手できるけど、走るのと泳ぐのは嫌い。じゃあできない。その絵だけで名古屋分かるやついたら、その次、あ、そういうこと。じゃあ東京で頑張る。そうなんだよ。ついた3人はいつでも一緒。ゆうすけさんこんばんは。かわいいね。聞いて、目これになる予定だったんだよ。それは違うな。やばくない、どういうこと。トンカチなのね、頭が。うん、頭が、頭がトンカチ。頭こうやって見たら髪の毛茶色いでしょ。ほっぺ柔らかそう。どうだと思う。ハイチュウでした。どういうこと。泳げない方どういうこと。泳げない方のことをトンカチ言わない。あ、そういうこと。聞いたことはある。泳ぎはするよ、ちなみにだけど。泳ぎはするって。泳げるけど譲りますけども、泳げない、泳がない。めいちゃんこれからお風呂なの。そうだよ、そうだよ。頑張るでしょ。頑張れ。もう頑張ってるの今。ハゲキングさんが今度めいさんに聞いてみたいことがあった。何でしょう。それはぜひめいさんに聞いてみてください。何ですか。何ですか。何でも答えます。茶色はいいね。でもね、染まんなかった。全然できる限り答えるけど。ミルクティーで何予定だったけど。また行くんでしょ。うん、そのうち。絶対行った方がいいよ。そのうち行く。ぽよぽよ絶対行った方がいい。トンカチ、あ、金槌か。それなら聞いたことある。似てるね、言葉が。だから分かんなかったんだ。今度本人の方で聞きます。だって待ってる。なんか前髪がここに刺さってる。寝よう、間違えた。あ、嘘。入る入る入ります。
寝るって言ったよ、あの人。今から入ります。寝るって。本当だよ。雰囲気明るく、マジ？泳げないの？泳げない。だってあれだもん、私陸で生きてるから泳げない。泳げない？うん、泳げないよ。泳げると思う、逆に私が。無理だと思う。うん、犬かきならできるよ。一緒。例えばね、平泳ぎで手伝ってくれる。あ、肩つりそう。肩がつるかと思った。いい感じだね。髪の毛ボサボサになっちゃった。と陸で生きてるからさ、泳ぐ経験あんましないじゃん。だから泳げません。泳げません。わろと会って笑われた。けいちゃん腕がビート板になる。けいちゃんと一緒にいたらジープカプカだ。連れてって。本当に泳げない。犬かきはできる、無限に。あと息継ぎをしないクロール多分できる。息継ぎをするタイミングがわからない。顔を上げるタイミング。じゃあなんか気合で25を泳ぎそうだね。え、でも犬かきならね。じゃああの顔を、え、でもそれはさすがに息が死んじゃうそうだ。しかもスピードないからさ。苦しいの苦手な人だ。うん、しがむしになってくれるかい。でも私海が苦手なんだよ。なんで？怖い。だってもう泳げないのにさ、海なんかしな入ったらさ死んじゃう。死なないの？海坊主に出会ってさ、びっくりしちゃう。どういうこと？パパが海坊主に会ったことあるんだよ、海で。パパ変わってるよね。ジの、ね、家族はみんな変わってる。目がうるうる。何もしてないからね。息継ぎをしないクロールって 15m くらい、え、 15m ならいけると思う、多分。わかんない、海苦手だよ。足つけないしさ。怖くないかあとしょっぱいじゃん、飲んじゃったことあるから。千葉海、あ、そういう海行くことは全然大好きだよ。ポッペでたこ焼き作れます。泳げない、一緒だね。初見、こんばんざい、万歳。初見なのにこんなさ、お風呂上がりにさ、寝る前の姿でごめんね。泳がない、そう。海怖いのわかる。怖いよね、そう。死にたくないもん。いつさ、危ない時になるかわかんないからね。海に投げ込むか、石に向かう。絶対嫌です。クワゲとか、刺されちゃうしね。あと、あれが嫌い。海虫？気持ち悪い。かわいいし、ピンミレット。おい、来てて、ラッキー。私、今、マジのすっぴんで、まあ、見てわかると思うけど。さっき配信見た人は、私、あの、ライブ終わりでちゃんとさ、お化粧してたからさ、コンタクトも入れてなければ、何もしてない。船虫か。そう、船虫ちょっとさ、嫌だよね。ちょっとだけ気持ち悪いよね。気持ち二度とないでしょう。ゴール知らずに走る。ずるいな、もう会わない人もまだ思ってる。はい、
かった足伸ばさいする？1と2ってダダンルルーダダン。ナムシってあったかいんだから、あったかいんだから、あ、そういうこと。まことさん、こんばんは。こんばんざい。ナムシかな、砂の中の髪。え、そうなの。なおさら嫌なんだけど。で、今待っているの、夜だって雨は降ってるのに、一両目君はいないね。こんばんは、こんばんは。ならないでするんや、スペモカするんや。こんなんでもさ、可愛いって言ってくれるってさ、ジュリアは幸せじゃない？顔が違うのに。ありがとう。特別だよ。遠征ある遠征の時に見れるジュリアちゃんスピン配信。かっこゴロゴロバージョン。そこはクマムシ、あ、クマムシね。バンザイショッピン。そんな可愛いよ。ありがとう。ダン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 。あ、そういうことか。何？ダメだか。うん、大丈夫。今閉じる。全員すっぴんの人が嫌でもあんまりね。時のずうなまなれを思い出す。イコラブ。さっきまで聞こえてなかった？この枕が硬いの。この子。わかっているのに。してしまう。硬くてさ。でも私ね、このね。君がいるから。一緒に寝ようね。毎日一緒に寝ているよ。このこと。じゃあね、そろそろね、終わりにしようかなと思い始めました。眠さがね、個人ルームとか公式ルーム配信してるときに、すごい眠さがすごくて、でも配信終わってお風呂入ってなんかデザート食べた食べてたらね、なんか眠気が覚めちゃったの。だから遠征来てるし、みんなと話そうかなと思ってで配信をしました。いい夢見てね。ありがとう。おやすみなさい。おやすみ。ゆうちさん、こんばんは。寝て、寝まし。おはら、おやすみ。ありがとうね。来週会えたら。でー、のどちゃん、おやすみ。ありがとう。のどちゃんのおしめ。めいさんは無事お風呂入りましたよ。こうした、おやすみ。けいちゃん、飲ませてきたから、僕も出るね。うん。ちゃんと寝てね。あれだよ、あれな、忘れないでね、今日言ったやることトム、おやすみ。サマシ、おやすみ。ミダマシ、おやすみ。ありがとうね、こちらこそ。パンダちゃん、あなた何歳なの？あと何歳？君何歳？お風呂だねって伝えておいて。了解。おやすみ。じゃあおやすみ。では突然急に告知もなしに始めました。本当に、あ、布団に入ってね、眠れないなと思って、あ、じゃあ配信しようかなと思ってやったものなので、全然あの何も言わなかったで始めましたが、
ありがとうございました。おやすみ。3月28日。お、メシパンダ。ありがとう。ひーちゃん、チューさよ。忘れないでね。かわいいよ。ありがとう。では、寝ます。おやすみなさい。またねー。また明日。明日は、工事、工事、みんな、名古屋全員では、なんだっけ、名古屋飯を持ち寄り配信。と、個人ルームからも配信します。まきちゃん、あ、そうなのですね。わかった、わかった。この間ライブ来てくださってた方か。おやすみなさーい。いい夢見てね。バイバイ。ペラペラ。